始まりました。古賀です。澤田です。これは日々の気になったものを雑談するラジオです。ポッドキャストでも配信しております。前回ユニクロすごいよね話をしたんですけど、はい、RFID の活用によりさまざまな利点が生まれているって話をして、それから坂田が一人ファーストリテイリング、なんか個人でそういう画期的な、はい、アイデアだったり、はい、工夫によって、はい、なんか生産性が爆上がりする方法ってなんかあるのかっていう。そうなんですよ、古賀さん鋭い。え？なんか僕がそのさっきふわっと鋭いなっていうか、今までの話がさまっただけやな。いやそうなんですけど、なんか一人ユニクロってどうやったらできるんですかねって、こうぐちゃっとしたところをその僕が言いたかったのが本当にその通りで、なんか褒められたの。本当にその通りで、ユニクロのその大規模な仕組み、うん、で一気に効率が上がってみたいな、そういうのって一人で何かあるのかみたいな、うん、これをこうやったらこう変わりましたよって、うん、でも動くのってまあ小さいじゃないですか、うん、その一人でやってる分、それでもなんかあるのかなっていう。そうやろ、そうなんだ、それ言うたやんけ。こんだけ言葉を尽くさないと僕は説明できなかったのに、小笠さんもスッて読み取って、いや、まあ、そりゃそうやろ、一人ユニクロ何ができるかね。確かになんかそのどうしてもそのユニクロみたいな、あ、そのタグで言うたら小さくなるじゃないですか、そのこうコストかけるコストで結果がそのバカでかすぎるというか、うん、こんだけを生みましたみたいな。一人だとどうしてもそのかかるコストも小さいし、まあね、出る結果もちっちゃ い、まあ、けどそういう最初のちょっとだけコストがかかるかもしれないけど、はい、まあ、一定を超えた時に、はい、爆上げみたいな、まあ、上がっていくの、まあね、爆上がり具合がなんかめちゃでかいやつを探したいっていう。逆に爆上がりで、あ、じゃなくても俺探すのそもそもむずいと思うけどね。その最初にちょっとかけ、そう なんか頑張ってだ、なんか すごいさ、いやそういうことじゃないけどってなるけど、例えば健康に気を使うことって多分全部そういう話になってくるじゃない。そうですね、その時めんどくさいとか筋トレとか、まあなんかいろんな体のメンテとかって、はい、その時はしんどいけど長期的に見た時に健康になるみたいな、はいはい、そう確かにそうじゃない。これをもう一段階こう生活行動に落とし込んだ何かが欲しいよね、はい、その指標が分かりやすい何か、まあすごい分かりやすいこと言うルンバみたいなことですよね。そうね、そうそうそう、食洗機とかルンバもそう、食洗機、まあ、洗濯機、うん、とかその辺はなんか、まあ、パッて思いつきそうじゃないですか、うん、みんな、まあ、あと金で解決できる話はしな、ここは。そうですね、何か導入すればもう一気に、そうそうそう、なんかあるかな、これがあってめっちゃ便利グッズの上を行きたいんですよね、一人ユニクロなんで。確かにな、便利グッズをただ買うだけだったらただの消費者に、そうなんですよ、すぎないのカスタマーなんで。確かにこっちは一人ユニクロを目指すわけやから。そうなんですよ。なんやろな、これをこうしてグンって上がったみたいな欲しいんですよね。なんかあるかな。ここでかけてるのはあれだけど、その分上がる何か、意外とも何もむずい。あれちゃう、その今坂田ってさ、はい、ちょっと音楽をこうちょっと作れるおもちゃを買ってるじゃない、はい、最近ありますね。これをやっぱちょっと違うけど話ずれちゃうけど、うん、坂田今これをで一攫千金を狙ってる、はい、狙ってますね。これで一攫千金を狙ってるから、今頑張ってやっぱここを頑張りどころいっぱいその貯めて、はい、いろんなサンプリングを取って、はい、でその超簡単にいろんなトラックができる仕組みを、はい、こう作り上げて、はい、でYouTube とか、まあなんかわかんない、はい、ポッドキャストかわかんないけど、はい、とかにその坂田が作った音楽をもうとんでもないスピードでアップしていく、令和のシャローを目指せってことですね。まあシャローはほぼ令和なんやけど、令和の後みたいなことやから、それそら令和やろって
令和のね、それアドやんっていう。アドちゃんね。アドね。アドちゃんはそのあのちゃんの言い方やから。あのちゃんの言い方かこれ。それはちょっとありかもしれないですね。うん、これ気づく人いるんかな。これ言っていいの？この文字の名前。あの SE シークトラックっていう、はいはいはい、ヤマハのグルーブボックス、グルーブボックスって言うんですけど、ステップシーケンサーともいる。なんかこれでガンガン作れる仕組みをやっぱ考えた方がいいんじゃない？もうやっぱあれですかね、そのとりあえず作りまくって曲を作るそのフォーマットみたいなものを完成させるというか、あ、そうそうそう、まずドラム打ち込みますみたいな、うん、で素材こう取ってきます。そう、確かに確かに、それか。それで一人ユニクロを目指す。そう、一人ユニクロを目指すってな。どうだから、それあれとかですかね、そのある程度もうあの決まったルールで乱数みたいな感じで、そのコード進行とかを今までのデータがあると、うん、そこに、あ、これはもう使ってるやつですみたいなパッて打ったら、あのこのコード進行で四つ打ちでなんとかでみたいな表が出てきて、うん、とりあえずその通りに打ち込んで、まあ確かに、あと調整する。それでしたらもうあるしな、実際生成系の音楽生成ツールは。じゃあ俺節オレイズムの方で行った方がいい。いや、そうそうそう、生成ツールって若干変わるんですけど、もう今めちゃくちゃ浸透してるじゃないですか、うん、あの画像とか、うん、結構もう普通に言いません？あの広告とかで多いね。あ、これ作ったやつだなみたいな、うんうん、あるある、すごいですよね。一気に来たね本当に。私パッと見じゃ分かんないって。分かんない分かんない。そこがすごいですよね。しかも今日出たさ、あれやばない、あ、動画のやつ、空、うん、空っていうか知らんけど、やばかったですね。やばいよな、なんか本当に。でも空やったっけ、名前忘れちゃった。空だったと思う。なんか日本語からオープン AI のやつですよね。そうそうそう、 SORA みたいなやつ、うん、その、あ、ちょっと生成 AI の話していいですか。かっこいい、かわいい、そんなチャンネルやったっけ。キッキー、いや、だいぶ客層なんて大丈夫か。あ、でもどうぞ。じゃあ、あの生成 AI の仕組みやっぱ古賀さんがちょっとじゃあ俺分からんけど、ね、とりあえず話したいな。どうしたんですか急に、びっくりした今。そんな僕が落ちや、酔いじみなこと言いやしたから。本当にあの疲れてカレー吸ってるんで幼児山本しか着ない。何ですか。ほんで、あの本当に生成 AI が作ってる、まあ、画像ですよ、うん、特に画像で言ったら、うん、人間の描く、逆の発想で描いてる感じがめっちゃするんですけど。と言いますと、と言いますと、その例えばですけど、生成 AI で、あ、 AI だな、 AI が描いた絵だなって分かった時って、その絵の辻褄が合ってない時、指が6本になってるとか、うんうんうん、まあ今でも、まあ、未だにあるもんねそこは。ですよね。なんか襟が例えばその肩、うん、右と左で違ったりとか、なんか抽象側は理解してるけど、それが綺麗な具体になってないよね。具体がないっていうか、うんうん、そのキャラの上に線、まあ、建物があった時にその線がずれてるとか、うんうんうん、それって本来逆なはずなんですよ、絵の描き方として。子供の絵って指絶対5本あるじゃないですか、抽象は狂ってても。ほう、抽象狂ってても、抽象っていうその例えば、まあ、顔を、まあ、顔は絶対に目がなのに、はい、2つだみたいな、うん、口は絶対に1つ、鼻の穴は2つなんだっていうのは、確かに子供の絵じゃないですか、うん、それって具体は絶対合ってる、まあ、具体というか年齢によるか、本当になんか手一本少ない子とかおるけど、なんか手描いてるマジで幼い子は置いといて、うん、まあ、ある程度例えば小学生とか描くやったら、はいはい、下手でクソでも絶対に指5本あるはずなんですよ、うんうん、でも立体感はない、リアルじゃない、指が全部伸びてるとか、確かにあるじゃないですか。人間は絶対に描かないタイプの絵もな、めっちゃ上手いのに成立してないみたいな。そうなんですよ。それってなんか印象はパッと見上手い絵に見えるというか、マジで逆転の発想というか、確かになんかそこがすごいよな。学習のメカニズムが違うんやろな、はい、逆なんやろな。多分その里い子とかが描きそうな絵というか、本当になんかなんて言ったらいいんだろう、体験した人の絵だったらこの持ち方はしないよねみたいな、うん、ここはちゃんと描き込むよねっていう部分がなんとなくその写真から見て描こうとか、うん、
印象で書こうみたいな実感に基づいてないと、そのそこの具体の崩壊が起きるというか。確かに。あれおもろいよな。おもろい。だから家庭の方がやっぱおもろいよな。だって今さ、今回のあのその動画のやつも、うん、その辺がさめちゃめちゃクリアになってたのがさ、はい、すごいし、はい、あのそれこそ一瞬消えた人がま帰ってきて同一性があるとか、はいはい、なんかそうすごい面白かったのが今回のやつってめちゃくちゃそれこそ今までって物理法則とかが理解 で、はい、できなくて、あくまで画像としてのうまいそれっぽいのを生成するっていう方のアウトプットを目指したけど、はい、今回のなんか動画がすごいのって全部その少なくともアウトプットだけ見たら、はい、物理法則が成立してる。そうなんですよ。っていうのが強烈に、はい、まあもちろんまだ細部は甘いですけど、甘いけど今までより明らかにそれが変わってて、ね、あと反射とか反響とかもそうだし、うん、だからこれって多分学習した順番は違ったわけや人間と、はい、さっき言ったら人間は5本あるとか、はい、その下を向く、はい、下に物が落ちていくとか、はい、っていうのが多分ある程度物理法則から先に入っていくけど、はい、そうです違ったわけやんか、うん、けどそれがやっぱ学習し続けていったら最終アウトプットはもうちゃんと成立するっていうのがあると、なんかえってなったら正確の学習最適な学習って何なんだみたいな。確かに結局先生 AI の方が早かったりしたらさ、うん、そっちの方が学習する本当の意味ではいいんじゃないかみたいな。あーその指は5本書くんだよって教えるんではなく、そう抽象側から学習していって、はい、後から具体を補完していくっていう方法の方が、はい、もしかしたら早いのかもとか。どうなんですか、そもそものあれの違いなんですかね。その子供の絵って別に習ってるわけじゃないじゃないですか、うん、頭の中にある 図像というか、そうね、が強いというか、うん、その記号で書いてるじゃないですけど、うん、そういうのがなん、だからその言葉を教えなかったらいいんじゃないですか子供に。そうなった時の確かに気になるけど、うん、あのサイコパスすぎるってあの言葉を教えなかったらいいんじゃないですかじゃねえよそのマッドサイエンティストすぎるやろ。その子供にあの目とか鼻とかを判別させない。いやだからいやあれやん、怖い実験や猫に縦線ばっか見せるやつのやつやんけもうお前知らない知らんか。あのこれ結構、はい、なんかニューロサイエンス系神経科学系ではなんか、うん、まあ割と有名なやつなんですか。有名なやつなんやけど、縦線と横線と合わせたら、はい、まあいいや。その生まれたての猫に、はい、もう景色を、縦線だけの世界か横線だけ合わせたけど、はい、要は一方向の方にしか、はい、がの視界の景色しかない、はい、もう部屋に閉じ込めて猫を育てんのよ、はいいやこれ坂さん言ってることともほぼ一緒なんやけど、はい、でこうやって人間生物の目って、はい、あの目とあ、まあ、それにつながる脳の方もそうやけど、はいはい、あのねエッジ検出的な機能があって、はい、要はその場所、はい、今見てる絵の中で、まあ、どっち方向にものが あって、はい、そのエッジでその側面ね、はい、の際がどっち向いてるかっていう風のジャッジと、あとこう首とか動くじゃん眼球も、はい、眼球も動くけど視線はブレずに同じ世界観でこう、あそうですね、像をできるやん、はい、でこれってその方向性のジャッジをしてるのね。なんかあなるほど、そのエッジ検出をその、はい、動的なものとしてやってると。エッジ検出の座標みたいな、あそう座標、こそうダブルあって、はい、こでも止まってるもう完全に固定された世界座標を脳内で構築するっていう反応と、はいはいはい、このもしその中でブーンって虫とかが飛んでたら、はいはいはい、固定座標の中で動いてる物質っていうのを検知せなあかんから、はいはい、常にその方向性の検知っていうのをやるわけ、はい、脳の処理として、はい、でそれをどこでやってんの、どういうふうなメカニズムでやってるのかっていうことを調べたいマッドサイエンティストが、はい、方向性を一個の槍、はい、一方向だけの猫を囲ってやった時に、はい、脳の成長過程を見たの、はい、したらそこで、成長できる神経細胞とできない神経細胞があって、はい、だから、一箇所それで そこの要は普通の猫と比較をするわけ、はいはい、そしたらここが全然成長しませんでしたとか、じゃ神経細胞がもう発火しないみたいなのが出てくる、はい、でずっとそういう
そこで育てた猫は、その育った方向と逆方向の、はい、要は垂直方向の線をキャッチできなくなるのね、はい、そうだからその元々の仮説は方向性のジャッジをするメカニズムが眼球および脳の中で処理をされていく仕組みがあるはずだと、はいはい、ってことは一方向しか刺激を与えなくて、はい、風な制限をした場合には、うん、その世界座標を通常の世界で自然サイクルで学習していくメカニズムが得られないから、はいはい、その別のことが起きるんじゃないかっていうのを調べた結果、はい、やっぱり方向性を制限、その知らない方向を検知できなくなるっていうのがあって、はいはい、できなくなるだけなんですか？あ、別に生きてはいけるけど、はいはい、その何ずっと縦線、確か縦線、はい、縦線ばっかやったらこの縦が何自分が顔を動かして、はい、この垂直方向の動きとか、はい、垂直のものが横に動いていく部分は分かんのよ、はい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 、けどその猫からしたら、まあ、顔が人間みたいにこうくるくる動かさんからあるんやけど、はい、この逆に垂直方向に動くもの、水平方向に、そう、水平に動くものは分かるけど、はい、垂直に動くものに関しては、はい、あんまりその猫にとっては存在してない世界なのよ、その学んだものの中で、うん、っていう、もう背景みたいな、そう、背景だからそこは情報があってもしょうがないっていう、うんうん、その何自然環境として学ぶから、うんうん、もちろん後から全くゼロじゃないから、うんうん、本当のゼロ100じゃないよけど、うん、通常の世界で生きてるかし猫にそこの情報がそもそも自分の世界によって影響がないものやから、うんうん、全然その学習するメカニズム、うんうん、メカニズムというか学習した結果の脳の出来上がり方が全然違うっていう、っていうのをっていうやばい実験があって、はい、それと同じことを坂田やろうとしてたやんっていう話。そうなんですよ。あかん、長く喋りすぎた。いやいや、まあ、もうちょっとこれまだ終わんないんで。いや、終わる終わる。いやでもちょっと分からんでもないっていうか。分からんやろ。なんでやねん。なんか僕お絵かきするバイトしてた時に、うん、なんかマジでその立体感覚がな死んでるみたいな話になって僕の。餌がだから猫してたってこと。あ、僕猫してた。閉じ込められて猫だったんですよ。だから猫の気持ち分かるなと思って、おう、マジで分かんないんですよね。そのこのこうなんだろう、こう例えば UFO キャッチャーやってて、その目の前のものにが X 軸は分かると、うん、ここまで動かせばいいんじゃん、うん、Y 軸がどうしても分かんないんですよね。どこまで伸ばしていくみたいな、はい、猫なんですよ。猫やな、それは。でしかもこれって多分僕がまあそのそこのね、あの脳が死んでるのは別として多分癖、人の癖としてもあるっぽいんですよ、うん、その Y 軸の長さって、うん、そのイメージで決まっちゃうというか、例えば扉があります、こうじゃあ学校の教室、うん、浮かべてもらって後ろに立っています、うん、でま、あの前の扉があるじゃないですか、うん、を、まあ、書いてもらおうとした時に実際はめっちゃ細く見える、そのなんつうんですかね、あの壁際、自分が一番後ろの席に座ってた時の右側の入り口、うん、で細いよね、細い、うん、でも絶対に太く書くんですよ全員、うん、その頭の中でドアってこれぐらいの大きさだから横にして細くなったとはいえこれぐらいの厚さがあるだろうって思うんですけど、だから実際の自分の位置から見えるよりもそのものとして学習してる物体の大きさとかが優先されるんや、その子供の時のが蘇ってくるというか、はいはいはい、なんかみんなもやっぱ猫の部分どっかある話で、でも AI はないんですよね、猫の部分が。まあ分からん、それあんのかもしれんけど、あるんですかね、さ知らん。でもどうなるんだろう、この先何ができたらもうでもほぼ完成しましたみたいなもんですよ。いやでも、もうまあ確かにちょっと微調整なんて、あでも動画ができたのはやっぱすごかったな、本当に動画すごいな。その世界にちょっとね、あのアップルなんとかみたいなつけたらもう入れるみたいな。だからあれ、じゃあ次またその動画から動画だけ見るとするやん、そのこれやってんじゃないかなと思うけど、はい、まあ動画とか絵から想像できる音楽再生するとか、例えば。あでもなんかそういうのありませんでした、なんかコード AI みたいな、なんかその曲のイメージと歌詞だけ入力したらもう曲作ってくれるみたいな。あ、それはだからテキストトゥー音楽やん。
音声やん、じゃなくて写真とか動画からポンってった時に人が歩いてる動画を見た時に人はコツコツコツと音が分かるやん、はいはい、それが全く再現できるかっていうと、自然のそう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 、葉っぱだからこのサラサラみたいな、とか人は知ってるから想像できるやんか、一応、はいはい、合ってるかどうか差分あるけど、はいはい、っていうのはありそう、水のが流れたら水の音みたいな、そう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 、確かにそこまで来たらもうねやばいな、それはありそう、めっちゃマルチモーダル研究的なやつ、マルチモーダルって何ですか、マルチモーダルっていうの、へえ、そう、ちょっと最初に戻りましょう、一人ユニクロの話しましょう、長いもう、いやもうやめましょう、もうやめましょう、ないやもんだって実は、ユニクロ初めて2分ぐらいで思ってたけどちょっとなんかじゃあうちで一人ユニクロをちょっと作っていきましょう、いやそう無理やって、なんでそんな長く喋りたいねん、いやなんか長い方がいいじゃないですか、やっぱ、いやよくないで聞いてへんもん誰も、マジですか、僕だけか、じゃあ自分で聞き直してんの、もう一本もう一本次のやつだろ、一人ユニクロだけなんか一個だけ出したい、出してくれ、一個だけ実際にやる一人ユニクロ出してくれ、なんかあるかな、ない、でも生活の中でこう爆上げって感じがいいですよね、うん、その一回ここでかけちゃうとみたいな、なんかあるかな、なんかアレクサをもっと有効活用するっていう、これをなんかこれあったかみたいな、アレクサこんなことできたかみたいな、なんやろな、アレクサに、なんかそのアレクサになんか注文しといてはまではまああるじゃないですか、うん、それもなんかアレクサ料理作ってぐらいのことを身体操作やもんな、でもそれアレクサに予定を立ててもらう、ああ、ありそう、でもそれは確かありそうか、タイマーとかできるから、まあ同じそれの拡張版って考えたら、なんかあ、じゃあ、まあでもあれもあれですね、一人ユニクロ、その僕靴下同じやついっぱい買ってるんですけど、 L やん俺が一回ちょっと昔やった白 T の L、 白 T ばっかりくらいや、半袖の L やんって言ってた、半袖の L、 靴下の L もやってて、靴下の L もやってんの、あの同じ靴下いっぱい買うからどれが着ても大丈夫っていう、ああ、それ結構ルールデザインの方やな、そうですね、ルールデザインかみたいな、あのでもやっぱ規模がちっちゃいとかじゃないですよね、でもそのアイディアの部分って、そうね、まあ、規模ちっちゃくてもいいから、なんかこうプラテンする何かを、うん、その力の働きの大きさを、うん、何があるんだろう、まあないか、ないのかな、いやなんかあるはずなんですよないよ、なんかおもろいことがあるはずなんですよどっかに、ないよおもろいことはいやあるんですよもう次行こう、なんか楽しそうなのが一番いいじゃないですか、おもろそうなのが、うん、ちょっとまだ終われない、まだ終われない、終われないってば、聞いてるやつおらんで、多分もうここまで来たら、へえ、一人ユニクロちょっとなぁ、むずいな、ちょっとこれ宿題にしときますわ、宿題しよう、このラジオポッドキャストでも配信してます、はい、Google、Apple、Amazon、Spotify お好きなプラットフォームで聞いてください、ありがとうございました。